高橋正宏は日本のサッカー指導者。北海道の室蘭大谷高等学校のサッカー部の初代監督。雪国の壁を乗り越え、サッカー部名校であった室蘭大谷を日本全国準優勝にまで導き、北海道サッカー界と全国高校サッカーの技術向上に貢献した。教え子にはプロサッカー選手やサッカー指導者の道に進んだ野田とも、 財前圭一、三浦正幸、交通事故のためにプロサッカーから車椅子バスケットボールに転向した京谷和幸らがいる。北海道ムローラン市に思考次長出身、国士館大学卒業。高橋家の長男として誕生。喧嘩ばかりのやんちゃ坊主として育った。昭和初期、スポーツといえば野球が大人気であり、 高橋もご多分に漏れず小中学校時代は野球に打ち込んでいた。1959年に北海道室蘭清水球高等学校に進学後、中学時代の先輩から強引に誘われ、サッカー部に入部した。不本意な入部ではあったが、練習内容はドリブルしながら坂道を上り下りしたり、ボクシングのフットワークで敵をかわすなど、厳しいながらも、 部員を飽きさせないユニークなものが多かった。後に自身が監督となった時、この体験が大いに役立ったという。この時の監督である金子義明のことを後に高橋は金子監督との出会いがなければ、僕の人生は全く変わっていたと語っている。同年の国民体育大会室蘭支部予選で先輩の故障により1年生にして試合に起用されたが、 決勝戦で当時の北海道うちの有力校であった北海道美梅工業高等学校に大敗。2年生となった翌年はその美梅校を決勝戦で破って全国大会へ進出したが全国では初戦で競合校の徳島県立徳島商業高等学校に完敗3年生での全国大会も更新が育たなかったことから初戦で 中京商業高等学校に乾杯した。高橋は全国の厳しさを感じるとともに、それ以上に北海道勢のサッカーのレベルの低さ、北海道にサッカーが根付いていないことを実感した。卒業の間際、サッカー部の監督に、高橋は監督に向いている。大学でもサッカーを続けて、北海道のサッカー指導者として、更新を育んでほしいと言われ、この言葉が、 その後人生を決定づけることとなった。1962年に高校を卒業し、国士舘大学に進学。サッカーを続けて技術を磨くとともに、高校、大学、社会人、日本サッカーリーグと、ありとあらゆるサッカーの試合を観戦し、サッカー指導者としての下準備の日々を送った。この時高橋が参考とした現役選手には、鎌本国重。 カモアマネ、川淵サブローラがいる。試合観戦をもとに、どんな連携プレーから打ったシュートが一番決まるかを、卒業論文としてまとめ、後に監督になってからもこれを利用した。また教育実習で、できたばかりのサッカー同好会を一から指導し、生徒たちと共に汗を流し、監督としての自信をつけるに至った。1966年に大学を卒業して、 室蘭大谷校の保健体育の教員に採用された。同校は後にサッカーの競合校となるものの、当時はサッカー部が存在しなかった。雪国でサッカーに強くなれるわけがないというのがその理由だった。高橋はあくまで教員として採用されただけで、採用時もサッカーの話は全く出なかった。高橋はこれに落胆することなく、自らサッカー部の創設に乗り出した。 体育の授業で生徒たちにサッカーをさせ、素質のありそうな生徒に片っ端から声をかけた。25人の部員が集まり、サッカー愛好会が誕生した。室蘭大谷はイブリ地方で初の私立校であり、公立に不合格だった生徒が多く在籍していたことから、学業で挫折を味わった彼らに別の分野で頂点に立てることを教えたいとの思いもあった。 高橋は部員たちに試合時間90分間を走り抜くための体力をつけさせるべく陸上部下おまけの走り込みをさせ学校に面した砂浜を5キロランニングさせた走るだけで体力を奪われる砂浜に半数の部員が脱落し愛好会発足の翌日には部員はわずか8人を残すのみとなったそれでも高橋は 首相の部員に退学寸前の不良生徒を勧誘させ、愛好会を継続させた。雨の日も吹雪の日も、ランニングを休まずに続けさせた。また学校には、サッカー設備が一切なかったため、市内の中学校から、使い古しのボールを譲り受け、漁毛や廃棄で、サッカーのゴールを作るなど、室蘭大谷のサッカーは、まさに何もないところから高橋と部員たちの手作りで、 作られていった。その後も部員たちとともに土日も関係なく毎日急な坂道を登っての6キロのランニング。当期には他の部活が終わった後に体育館でミニゲームと厳しい練習を重ねた。頑張った者には褒美にラーメンをおごるなど飴と無知の指導であった。愛好会発足から約3ヶ月後、試合をしたいという部員たちの要望に応え。 国体北海道予選の室蘭支部大会に出場登録した。この時の部員数は9人しかおらず、サッカーの規定上の11人に満たない分は、タブから2人釈用しての出場であった。初戦での相手が日本全国ベスト8の記録を持つ北海道室蘭工業高等学校であり、結果は0対13で大敗であった。しかし、ハーフタイムでの助言が、 後半戦の部員の動きに役に立ったことから、ハーフタイムの助言の大切さはこの試合が教訓になったという。後に、高橋は愛好会誕生後から数年のこの時期が最も一生懸命だったと語っている。1967年、大学時代に親しかった女性と結婚した。同年、サッカー愛好会は、サッカー部に昇格した。 愛好会時代も含めてずっと一生もできていなかったものの、翌1968年にはようやく中学時代のサッカー経験のある生徒が入部し、次第にチームらしさが出来上がり、講師共に充実した日々を送っていた。同1968年、高橋はサッカーの練習中に突如として激しい息切れを起こして倒れた。弱音を吐く高橋に妻は、 頑張り屋で負けず嫌いの人がと信じられない思いだったという。病名は再生不良性貧血であり、緊急入院のみとなった。この病気は10万人に1人が発症する血液の癌であり、根本的な治療は当時まだ発見されていなかった。見舞いに訪れた生徒に対しては平気な顔をしていたものの、高校時代の同級生が白血病で死去していたこともあり、 夜一人でベッドに寝ている年が近づいてくるようだったと後に語っており、苦悶の日々が続いた。妻は献身的に看病していたが、高橋は一時は離婚も考えたという。なお、この入院中に高橋に代わってサッカー部をまとめていた首相が後に新日鉄室蘭サッカー部で選手、監督として活躍した岸奥幸男であった。 1969年3月、サッカー部に有望新人が入部との知らせが届いた。居ても立ってもいられなくなり、投薬治療と通院を条件に、半ば無理やり退院し、監督業へ復帰した。グラウンドに出れば死は忘れられる。全国大会に出場するまでは死ねないとの思いで、あった。北国である北海道では、依然として、グラウンドが年間の3分の1しか使えず、 屋内体育館も他の運動部と共用で4分の1しか使えないため、ミニゲームで細かいパスワークを磨き、廊下でのランニング、そして氷点下の寒風を切ってのランニングで足腰を鍛えさせた。同1969年は、全国高等学校総合体育大会堂予選、国体堂予選とも初戦で敗退であった。入院による指導不足を食いた高橋は、 初めて部員たちの前で涙を見せた。しかし、翌1970年には素質を持った部員たちの入部もあり、インターハイ同予選の決勝で勝利し、ついに全道一となった。この年は、インターハイ全国出場校が全国高校サッカー選手権に出場でき、第49回全国高等学校サッカー選手権大会への切符をもつかむことができた。 この1970年のインターハイの全国大会は、初戦で福岡県立新宮高等学校に敗退。翌1971年の第49回選手権も、初戦の相手が競合校の提供高等学校、しかも主力選手である部員たちの故障から敗退した。しかし、その後は7年連続で選手権出場を果たし、 全国大会の常連の仲間入りを果たすことができた。とはいえ北海道では敵なしとなったものの、全国大会では4年連続で初戦敗退、その後も2回戦出場が精一杯で、それ以上勝ち進むことのできない年が続いていた。その矢先の1973年、当時の日産自動車サッカー部の監督であった、戦術のカモアマネと出会いがあった。高橋は、 カモを兄のようにしたい、毎年高橋家を訪れる彼と酒を組み交わし、ゼロからチームを作る悩みを打ち明け合い、社会人と高校の立場で、日本のサッカーのレベルアップを誓った。また、高橋は有力選手を社会に送り、カモは高橋から高校サッカー指導者との人脈を作るといった具合に、互いに補い合うようになった。なお、カモのように、 かつて一流選手として活躍したサッカー指導者と交わる際には、戦術のように国士官時代に日本リーグの重要な試合を欠かさず観戦していたことが会話のきっかけになり、こうそうしていた。1975年、選手権を通じて、進行のあった静岡県立清水、東高等学校サッカー部監督の勝ち、沢金目から、春休みに静岡県で行われる、 日本全国の有力チームによるフェスティバルに誘われた。サッカー先進圏と言われる静岡からは、静岡県立藤枝東高等学校や、静岡学園高等学校など10チーム、他県からは、帝京や浦和市立南高等学校など、計20チームが集まり、北海道勢は、室蘭大谷が唯一であった。この陰には、 高橋が日本全国の実力校の先輩監督たちから何でも吸収しようと選手権出場の度に部員たちに運ばせた荒巻きを土産に先輩監督たちに教えを交うたという必死の努力があった。このフェスティバルで高橋は各校の監督たちと一晩中サッカー談義などサッカー付けの5日間を過ごし提供の子の正田男たちから 春の段階でチームを一定のレベルに育てる秘訣、選手への効果的なアドバイス法など多くを学んだ。当時の長崎県立島原商業高校の監督であった小峰忠敏氏とは日本の南北両端から旋風を起こし、高校サッカーのレベルを上げることを誓い合った。このフェスティバルの鍛錬により高橋は全国レベルの技術を吸収することができ、 チーム力向上のきっかけと選手権準優勝の伏線となった。国立霞ヶ丘競技場陸上競技場1979年の第57回選手権では大宮サッカー場にてホームチームである浦和市立南高等学校を破ってベスト8へ進出部員たちは優勝のように喜びあった。その後、高橋の現役時代に敗れた徳島賞を 準々決勝で破り、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場へ会場を移し、準決勝で東京都の本郷高等学校を下し、ついに決勝に進出した。決勝の相手は、練習試合で一勝一敗の成績である茨城県立古賀第一高等学校であり、かつ自信はあったというが、1対2で破れて、大会成績は準優勝であった。高橋はその敗因を、 試合中の部員たちの集中力を欠いたことに加え、試合直前に取材や祝いの電話が殺到し、部員たちと話し合いの時間が持てなかったためと後に、食いている。日本一の座はかめなかったものの、地元の室蘭は全国準優勝の知らせに熱狂した。外旋パレードでは沿道に、祝、準優勝の横断幕が張られ、高橋たちは市民総での大歓迎を受け、 バレンばかりの拍手、紙吹雪、紙テープの大洪水を浴びた。その様子は、室蘭市の広報が、異例の号外で、歓迎の人並みは2万人に及び、駅前から、ヤワタグに上る階段や近くの歩道橋の上まで、また、中央町界隈の繁華街もかつてない人出が、沿道を埋め尽くしと報じるほどだった。それまでは、本州のチームは、 室蘭大谷と当たると内心喜んでいたが、この準優勝で室蘭大谷は逆に他校から恐れ得られるようになった。高橋はこれが一番嬉しいことで、1979年は自分の人生で記念すべき年になったという。最も1980年以降は十分な実力を持った部員を揃えていながら、また全国大会での初戦敗退が続いた。そんな中でも、 全国の高校サッカー監督たちが高橋の支えとなり、一同は高橋との交友を通じ、高橋にチーム作りのノウハウを積極的に伝授した。1983年、そうした監督たち一同の推薦により、日本高校選抜サッカーチームの監督として、オランダ、ブルガリアに遠征した。成果は、 通算成績9勝1引き分けの快挙であり、高橋のサッカー人生の彩りとなった。また室蘭大谷と日本リーグの日産自動車との交流試合を開催したほか、1983年から高橋自身の提唱により、高校、大学、社会人が同じ土俵で戦う知事配前道サッカー選手権大会に出場と様々な試みを通じ、監督として、 常に勉強をし続けていた。1987年の第65回選手権では、戦術の野立や財前慶一ら、後に高橋が最強の陣容と振り返る部員たちで臨んだ。準々決勝では、これも後に、プロで活躍する黒崎久しや根岸誠一らを擁する宇都宮学園高等学校との試合となり、試合前から注目を集めた。試合は、 延長、再延長でも勝敗がつかず、PK 戦でも、両イレブン全員がシュートを決めても一本も外すことが、なく、一向に勝負がつかなかった。室蘭大谷のコーチは、やるだけやったと部員たちをいたわったものの、高橋は、ここまで来て負けられるかと最後まで葉っぱをかけ、チーム一丸で勝利への執着力をむき出しにした。そして、宇都宮の15人目である、ネギシ一のシュートを、 室蘭大谷のゴールキーパーが阻んだことで、室蘭大谷が勝利した。これは後に、サッカー史に残る激闘、伝説の PK 戦とも呼ばれる一戦となり、テレビでも過去の大会の名勝負として取り上げられた。戦術の京谷和幸も、室蘭大谷に進学した思い出を後に、入学する前年の選手権で、在前さんたちが出場した宇都宮学園との、 PK 戦15-14の勝利を見せられたら、もう行くしかないじゃないですか。と語っている。準決勝では先日の小峰忠都市率いる長崎県立国見高等学校に敗れ、大会成績はベスト4で終わったものの、この年に準優勝に終わった国見が翌年に初優勝を遂げ、高橋は考えがあったという。1989年、 国民体育大会が35年ぶりに北海道で開催されることになった。サッカーの試合は室蘭で開かれることとなり、高橋は少年の部の監督として再敗を振ることになり、まさに晴れ舞台だった。室蘭大谷は京谷和幸や、後にプロで活躍する深川智隆や三上大将らを揃え、全国上位進出は確実視されていた。 しかし病気をしての監督業は確実に高橋の体に大きな負担をかけていた。開幕直前の同1989年に再生不良性貧血が再発して再入院のみとなり脳血栓により右半身不遂のみとなった。糖尿病も併発し、その悪化で視力はほとんど失われた。両足も不自由になり車椅子の使用を強いられた。 教団からも退いた。週に3度、すさまじい苦痛を伴う人工透析での治療の日々を送った。妻は、献身的に高橋に尽くし、自宅に下宿させている部員たちの相談役を務めると、共に夫の病室では、テレビの試合を口頭で説明した。自分の目となり、手足となる妻を、当時の高橋は全国の高校サッカー監督の妻で、 自分の妻ほどサッカーを知っている人はいないと語っている。そして高橋は妻の言葉をもとに病室に引いた電話で現場のコーチに指示を送る日々を続けた。病室には連日教え子が指導方法を恋に来たり高橋を慕う人々が訪れた。部員が訪れた時は嬉しさを隠しつつお前ら何やってるんだと叱りつけた。その熱意に応え 三上大将らは監督に心配をかけないようにしっかりやろうと部員たちと優勝を誓い合っていた。1991年春に退院したものの周囲に迷惑をかけないようにと監督業更新に任せ自らは総監督に退いた。引退後は自宅のベッド暮らしで人工透析を受け続ける闘病生活を送った。 その後も OB や本州のサッカー指導者らが頻繁に高橋の元を訪れる日々が続いた。時には俺がいるだけで選手たちは違うと病気を押して現場に向かうこともあった。1996年8月12日、人不全により満52歳で死去した。本葬での葬儀委員長は北海道サッカー協会会長の柏原康明が務めた。は 室蘭市沢町の大正寺にあるが、遺界は、生前の遺言に基づき、室蘭大谷のグラウンドを望むことのできる室蘭の海に巻かれた。同1996年10月、第75回全国高等学校サッカー選手権、大会北海道予選の決勝。室蘭大谷の部員たちは、高橋の追悼として、模招代わりの黒いリボンをつけて、試合に臨んだ。 結果は2対1で勝利、室蘭大谷は3年連続、通算24回目の全同一の座を掴んだ。高橋が病床の約3年前から自分のサッカー史を残したいと話していたことで、同1996年、出版世話人会が発足し、自助伝の制作が進められた。高橋本人からの聞き書きや妻の記憶、教え子たちの協力をもとにし、 翌1997年に自助伝、北野東照が完成した。道内外のサッカー関係者などに、実費で提供され、翌月に開催された、北野東照発刊記念披露パーティーでも販売された。高橋の13回期を迎えた2008年、室蘭大谷サッカー部 OB の初の企画による、ジュニアサッカー大会、高橋正弘杯が開催された。 室蘭のサッカーを盛り上げる取り組みとして、室蘭大家出身者や関係者が指導するチームを対象に、その後も開催され続けている。翌2009年、室蘭大谷高 OBU 氏が中学生対象のクラブチームを新設し、新チームの名称は高橋をイメージして、ジェネラーレ室蘭 U-15 と名付けられた。練習では、どんなに技術があっても、 それを使える体力がないとダメが口癖だった。戦術の騎士よく行きは、ともかく走らされました。競わせ方がうまくてね、リレー競争をやらせて、勝った方にはラーメンをおごってくれるとかと語っている。平成期には舗装される道も、昭和時代の当時は砂利道で過酷な練習であった。1987年に、室蘭大谷がインターハイで、 予選敗退した時には激怒し、強化合宿を組み、校内を30周も40周も走る過酷な練習を敷いた。今の子に同じ練習をさせたらついてこないとの声もある。戦術の自助伝のタイトル、北野東照は、出版世話人会で常に前を見て進んでいく全監督にぴったりと言われており、後に高橋の異名としても用いられている。そうした一方、 部員の性格を考慮して声をかけるなど心配りは非常に繊細であった。厳しい指導の中にも思いやりを常に忘れない姿勢で部員の心を捉えた。高校生のスポーツ指導者はスポーツを通じ人間教育をすることを忘れてはいけない。いつも選手の側に立ってものを考えなくてはいけないと常に語っていた。部員たちの生活への気遣いから 自宅脇には2階建ての合宿所を自費で建てて部員たちを下宿させており、さらに下宿生以外の部員も自宅に招いて食事を振る舞った。当期の夜間練習では高橋自身が部員全員のうどんやそばを買い出し、だしまで作り、盛り付けまでした。妻は後に部員たちとの交流について親兄弟以上に深く関わり合っていた。他の人には真似ができないと振り返っている。 全国準優勝時の部員の一人は、当時の高橋の情熱を、よく怒られたけれど、サッカーに人生をかけて、教員というより一人の男として熱いものを感じた、と語った。成長した教え子が高橋を訪れると、ビールの早飲み競争をするなど合法な一面もあった。また、高校サッカーの監督は卒業後の進路の世話も、重要な仕事とし、部員を東京に連れて行き、 大学や日本リーグのチームに売り込むなど、もっと上のサッカーを学ばせることに努めていた。これには、高橋自身が国士館大学入学時に、実は不合格であり、清水隆高の金子監督と国士館の監督同士の交流があったことから、特待生扱いでの入学となったことが教訓となっていた。妻によれば、病気の再発による体調悪化後も、 進学問題などをずっと気にかけていたという。教え子の一人で高橋の後を継いで監督となった加藤英二も高橋の勧めでサッカー競合校の中央大学へ進学したことを指して自分を中大に進学させたのも人脈を広げるためだったのだろうと語っている。親しみやすい性格から日本全国の著名な高校サッカー指導者とも親交があった。 酒が強く話がうまく、それでいて、分別をわきまえた性格が、周囲に愛されていた。豊富な人脈をもとに情報を集めることが、指導にも役立っていた。室蘭大谷が、北海道内で敵なしと呼ばれた後も、人脈を活かしてての全国制覇への勉強に余念がなく、決して傲慢になることはなかった。戦術の騎士よく行きよは、話術が巧みで、上げ下げがうまい。 二代目監督の加藤英治も、なぜか、周りに人が集まってくる、監督になって苦労したが、いつも、高橋先生の作った人脈に助けられた。みんな、面倒を見てくれましたからと語っている。高橋の生涯の親友にして、室蘭清水球時代でのチームメイトであり、後に、北海道初のマッチコミッショナーとなった、沖野き春夫は、高橋の監督時代を振り返り、 今と違って、サッカーだけで身を立てられるような時代ではなかったが、熱い思いがあったと語っている。北海道高校サッカー界の指導者として、中心的存在であり、北海道サッカーを全国レベルに引き上げた功労者の一人とも評されている。室蘭大谷を全国大会で準優勝に導いたことで、その刺激が、北海道うちの高校サッカー界。 ひいては道内サッカー界の活性化につながり、果たした役割は大きいとも言われる。教え子には戦術のように後に、プロで活躍した選手や、サッカー指導者となった人も多い。日本全国的に見ても、少年サッカーの指導者としては、指折りの存在とされた。戦術の柏原康明は、道内の高校サッカー、引いては道内サッカーの水準を引き上げた功労者と、 高橋の死を惜しんだ。戦術の小峰忠都氏は、高橋さんの率いる質大谷が、全国大会の決勝まで進んだことで、大いに勇気づけられたのを覚えていると振り返った。室蘭地区サッカー協会の理事長である、山本拓福は、高橋総監督の教え子たちが、室蘭、日本のサッカー界を引っ張っている。室蘭、北海道を全国レベルまで引き上げた貢献は、 大きいと話した。死去当時の室蘭大谷の校長であるドモン・マサーツは練習では理論、実技の両面で優れた指導力を発揮し子供たちの面倒を本当によく見ていた。教育者として見習うべき点が多数あったと話した。同校サッカー部講演会の会長である竹林美さんは人の心を読んで全員を日の木舞台に連れ出す不思議な魅力を持った人。 リーダーとはどうあるべきかを勉強させてもらっていた年をいたんだ。教え子の一人、戦術の野立はベンチに座っているだけで存在感のある人だった。病院にお見舞いに行くと逆に私のサッカーを心配してくれ勇気づけてくれたと恩師の死去をいたんだ。財前慶一は選手を見る目はすごかった。起用された選手に限って活躍するんですと語っており、技術だけでなく、 私生活の態度もプレーに影響することを学んだという。戦術の加藤栄治は、用意周到にいろいろな策を考えられる人だった。試合途中の交代、ポジション変更。選手起用の成功率が高かった。そばで見ていて、え、っと思うような選手交代もあったが、だいたい当たる。経験もあったのだろうが、勝負に対する感覚が違っていた。監督を退いた今でも、 叶わないと思っていますと語っている。先日の沖野春夫は、高橋を、とにかく、子供たちに目が行き届き、特徴を見抜いたと評しており、その功績について、あいつは結局優勝を見届けられなかった。でも、残した功績を思えば、何回も優勝したようなもんだよと語っている。1992年、北海道サッカー協会賞を受賞した。 なお、先日の室蘭清水岡高サッカー部の監督、金子義明も1995年に同賞を受賞し、指定での受賞となった。1996年、室蘭市特別スポーツ功労賞を受賞した。表彰を内部で検討していたところ、同年の高橋の死去を受けて、急遽の表彰が決定したもので、高橋の本奏で送られた。 同市のスポーツ関係の表彰では最高の賞とされる。同1996年、北海道サッカー界の振興とレベルアップに大きな役割を果たしたことを評価され、北海道新聞スポーツ賞の特別賞を受賞した。ありがとうございます。